皆さんこんにちは、ワナルグリビジです。では今回はゲルネワークシューズの脅威 V、 ユーゴブレックス編続きをプレイしていきたいと思います。まあ、前回はですね、まず最初のコロニーの解放戦ということでサイド2、ここを解放しています。今回その続きになります。まずですね、特別プランとしてはサイド5、サイド6ですね、この2つのコロニーの解放作戦が発動できる状態になっています。なのでまあ、このね、サイド5、サイド6、この両コロニーの解放を行っていきたいと思います。まあ、さらにですね、新兵器として、リクディアス、これの開発ができるようになってますので、まずね、このリクディアス、開発始めましょう。さらに、アーガマですね、これも開発できるようになってますので、開発します。まあ、一旦売額投資するのは、リクディアスだけにしておきましょう。では、この後ですね、サイド5、サイド6、さらに続けてサイド4、そしてサイド1と、これらのコロニー軍の制圧を行っていきたいと思います。途中イベントが発生すると思いますので、イベントを見ながらじっくり攻略していきましょう。では時間を進めます。ではサイド5、サイド6、それぞれ解放作戦発動していきます。これよりサイド5解放作戦を開始する。目標はスペースコロニーサイド5である。ティターンズの手からコロニーを取り戻すため全力を尽くしてもらいたい。諸君らの健闘に期待する。続けてサイド6で、これよりサイド6解放作戦を開始する。目標はスペースコロニーサイド6である。諸君らの健闘に期待する。はい、でまずですね、舞台を2つに分けてます。サイド6に向かう舞台がこちらです。まあ、こっちにはですね、ロベルト、アストナージなんかを配備してあります。さらにブレックス巡哨ですね。これを突入させていきましょう。一方、サイド5の方には、クワトロ、アポリ、このあたりを投入していきます。ではまずサイド5からですね、ユーゴ41、チタンズ26。まあ、モイルスーツの性能的にはチタンズがやや優位かなとは思うんですが、まあ、クワトロタイだったりで、アポリーなんかをうまく使って、ここは制していきたいと思います。続いてサイド6にも攻撃仕掛けていきます。ユーゴ35、チタンズ12というのがユニットになっています。まあ、ここも無難に戦えるかなと思いますので、まあ、ロベルト中心に進撃を開始していきましょう。開発部より報告です。ガンダリウムガンマを用いた新型モビルスーツリックディアスが完成しました。サイド5とサイド6の攻略作戦途中ですけども、リックディアスが完成しましたね。会長、ご協力に感謝します。これで我々はティターンズと戦えます。まあ、リックディアスは少数量産しましょう。サイド5、最後はクワトロ隊が敵のサラミスを撃沈して制圧完了ですね。まあ、クワトロは圧倒的に強いので、まあ、アポリーとかね、ロベルト、この辺りも育てていきたいかなと思ってます。買いかぶってもらっては困る。私はシャアではない。クワトロバジーナだ。報告します。我が軍は敵特別エリアの制圧に成功しました。サイド6も最後はロベルトが5度目を刺して制圧完了ですね。性能だけで勝てると思うなよ。報告します。これでサイド5とサイド6制圧完了です。開発部より続いてゼータ計画が提案されたということなので、これ早速ゼータ計画を発動しましょう。報告します。サイド5の制圧によりサイド1、サイド4の攻略が可能になりました。続いてサイド1とサイド4の制圧作戦ですね。これも早速行っていきたいと思います。開発部より、まずはじゃあゼータ計画発動しましょう。ゼータ計画を、これでリックディアスの後に百式がね、ロールアウトしてくると思いますので、使っていきたいかなと思います。早速、ゼータ計画で100式、あとはデルタガンダムですかね。これらが
提案されてますので、開発していきましょう。まあ、ちょっとお金がなくなってきているので、開発に関してはね、計画的に行いたいと思うんですが、それでもやっぱり百式はね、欲しいですからね、先にやりましょう。あとは、ジムですね。これも開発しちゃいます。続いて、こちら、サイドフォード、攻略作戦を発動します。我々はこれより、サイドフォード開放作戦を開始する。目標は、スペースコロニー。で、サイドフォードを、無事にね、奪還した後に、サイドワン、攻略に向かいたいと思います。で、それと合わせてですね、地球上空の制圧作戦も始めていきましょう。では、サイド4です。ユーゴ38、リターンズ12なので、まあ、ここはね、確実にクワトロがいるクワトロ隊、アポリー隊なので、しっかり、ノーダメージで攻略していきたいですね。サイド4も、最後はクワトロで敵を撃破して制圧完了できますね。まあ、すごくいい感じできてます。失った、ユニットは、今のところないですね。奇数を少しロストしたというのはあってもですね、ユニット自体が破壊されたというのはないので、まあ、戦力が大きく、目減りするっていうことがないまま、ここまで来てこれてますので、残っているサイド1も同じ要領で攻略していきましょう。続いて情報部が新型ガンダム。これガンダムマーク2ですね。これに関する情報をキャッチしてます。情報部が入手した情報によれば、ガンダムの開発は最終段階に入っているようです。今ならば、完成間近のガンダムを奪取することができるかもしれません。ここからゼータガンダムが始まりますね、まさに。作戦を提案します。これはタイミング見て新型ガンダム、ダッシュ計画を発動しましょう。ムレックス君、戦力が整い始めた今こそジャブローを攻略すべきだと思うのだがどうかね。ウォンさんからは早くもジャブロー攻略作戦が、まあ、促されてますけども、まあ、まずはね宇宙の基盤を固めてからということになると思いますので、これもまたタイミング見計らいましょう。ムレックス君、我々は支払ったものに対する成果を求める権利があるのだよ。それは分かっています。こちらから反連邦政府組織カラバと連絡を取っておく。彼らの返答を待って作戦に取り掛かってくれ。了解しました。本当にジャブロー攻略を行うつもりですか？地上での破壊活動は地球を汚染する恐れがあるのだが、スポンサーの強い意向だ。彼らの申し出を断るわけにはいかんで。開発部よりアーガマー完成してます。アーガマーにはマニティあたりを乗せておきましょうか。ではサイドワン解放作戦発動していきましょう。我々はこれよりサイドワン解放作戦を開始する。目標はスペースコロニーサイドワンである。諸君らの健闘に期待する。ではサイドワンです。ユーゴ41、ティターンズ12という数ですね。ここも、まあ、クワトロに任せましょう。クワトロ隊が無双してくれているので、まあ、このままねしっかりとクワトロ、まあ、それにアポリーなんかもね活躍してくれているので使っていきたいと思います。サイド4も最後レコアさんが、ティターンズのモビルスーツを撃破して制圧完了ですね。サイド1、ごめんなさい、サイド1です。サイド1も制圧完了です。行くんでくれていいわ。私には戦いしかないのよ。報告します。我が軍は敵特別エリアの。これで各コロニーの制圧解放は全て完了という形になりました。コロニーを完全にね、掌握した段階で、回線を回します。カルバド。ハヤトから連絡ですね。まあ、ジャブロー攻略いつでもできますよという案内が来てます。いつでもお声をおかけください。まあ、ジャブロー攻略作戦を発動する前に、新型ガンダムのダッシュ計画。
で、これとですね、あと戦力の、まあ、再編成、これを行っていきたいと思います。情報部より、旧ジオン軍の残党勢力に関する報告が入っています。残党勢力の拠点である、アクシブの移動を、これコロニーの制圧がトリガーですかね。ちょっと早いですもんね。我々とヒターンズの争いを利用し、何らかの動きがあるかもしれません。くれぐれもご注意ください。開発部より、さらに百式も完成してます。開発部より、新兵器の開発プランはメタスが来てますね。というところで、じゃあ今回はね、ここまでにさせていただいて、次回はゼータ開発、これを進めつつ戦力の再編、さらに新型ガンダムダッシュ計画も発動しておきたいと思います。では、また次回続きをプレイしていきます。